ビヨンドに課金する前に知っておくべき全てをお話しします。ビヨンド動画ディレクターのクレメアです。今回のテーマはビヨンドの始め方、ビヨンドを無料で使う方法があることを知らない、ビヨンドにクーポンがあることを知らない、これらを一つでも知らなかった人はこの動画を見る価値があります。私はすでに1年以上ビヨンドを活用しており、チームで動画を制作し、企業様や個人事業主様向けに納品してきました。また動画制作未経験の30代主婦がゼロから1ヶ月で月収10万円超えの動画クリエイターになるサポートもしてきました。この動画を見ている人で副業で月収をプラス5万円増やし、美味しいご飯を食べに行きたい、在宅で自分の好きな時間に働き、家族との時間も大切にしたい、高単価な仕事をして少しでも楽な暮らしをしたいという人にとって貴重な動画になります。ちなみに今回はビヨンドの割引クーポンを紹介する特典パートをつけておきました。特典パートは動画の最後に入れていますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは本題に入っていきます。まずはどんな動画が作れるのかについて、いきなりですが問題です。次に見せる動画の中でビヨンドで制作できる動画はどれでしょうか。1スカット系で見るこんなテイストの動画、2書籍解説系で見るこんなテイストの動画、3ビジネス系で見るこんなテイストの動画。正解は1、2、3、すべての動画をビヨンドで作ることができます。皆さんが YouTube で見たことあるようなこれらのキャラが登場する動画はすべてビヨンドで制作された動画です。ビヨンドには3つのスタイルがあり、制作したい動画の雰囲気によって使うスタイルを切り替えることができます。またビヨンドにはテンプレート、つまりはあらかじめ収録されているそのまま使えるお手本となるキャラが1500種類以上います。それだけで十分に動画制作できますが、パーツを組み合わせて自分が好きなようにキャラを作ることも可能です。例えばこの動画では事前に動画制作に携わる人をオリジナルキャラクターとして制作しています。人物以外の小道具として使える素材は2万種類以上あり、キャラクターや小道具を自在に動かせるモーションパスという機能やカメラワークの機能で斬新な動きやシーン展開を作ることも可能です。またビヨンドにはアップデートがあります。ビヨンドはもともとアメリカの Go アニメート社が作ったツールで、操作画面は全て英語でしたが、アップデートにより日本語検索が可能になりました。画面比率の変更もできて、 TikTok に投稿可能な縦型動画も作れます。 BGM は154種類、効果音は318種類あります。自分がアップロードした音声データも使用可能です。続いてビヨンドはどんな人におすすめかについて、実は昔の私も動画編集をしてみたいけど撮影が面倒だし顔を出したくない、アドビで動画編集をやってみたけど難しくて続かないと悩んでいました。そこで出会ったのがビヨンドを活用したアニメーション動画制作です。ビヨンドの強みは何といっても撮影が不要であること、編集が簡単であること、機械音声があることにあります。一言で言えばビヨンドは動画制作初心者の人にこそおすすめの動画制作ツールで、通常の動画制作の流れにはこのように撮影の手間があります。一方でビヨンドの動画制作フローはこちらのように撮影の手間がありません。そのためこんな動画作ってみたいなと思ったらすぐに作ることができます。操作方法も簡単で1日あれば基本をマスター可能です。例えばこちらの動画は私がビヨンドを始めてから3日目に制作した動画です。他の動画を見よう見まねで作りましたが、これくらいのクオリティであれば1週間もあれば作れるようになります。この動画を見ている方の中には実写と組み合わせてみたいんだけどと心配な方もいるかもしれませんが、ご安心ください。ビヨンドでは画像や動画素材をアップロードして動画内で使用できるので、実写映像と組み合わせた動画を作ることもできます。もしかしたら自分は動画を作りたい気持ちはあるけど自分の声を入れるのは恥ずかしいなという人もいるかもしれません。そんな人は日本語対応している機械音声の機能を使えば OK です。ビヨンドには入力した日本語をそのまま読んでくれる機能があり、女性の声3種類、布団だ布団だ、しょうもなくて草クソワロタ WW、 男性の声2種類、電話に電話、何それクソワロリングの中から好きなタイプを選んで機械に喋らせることができます。このようにビヨンドは撮影不要、編集が簡単、機械音声ありという特徴があるため、動画制作のハードルがめちゃくちゃ低く、初心者の人にもおすすめです。続いてどんな仕事があるのかについて、まず前提として動画制作初心者の人がいきなり一人で稼ごうとするのはおすすめしません。理由は簡単で、一人で全部やるのは難しすぎるからです。私も初めは一人でやろうとしましたが、あまりにやることが多くて挫折しかけたので、今はチームでやること前提に仕事をしています。ビヨンドを使った動画制作の仕事をする場合は、アニメーション制作以外に商品開発、営業、ディレクション、企画、構成、台本制作、ナレーションなどやるべきことがたくさんあります。それぞれの仕事の向き不向きもあるので、どこかのチームに入って動画制作の仕事をやりながら覚えるといいでしょう。また難易度が高い企業 PR 動画よりも、ある程度作る動画が決まっている YouTube 動画の方が初心者にはおすすめです。
実際今ビヨンドで稼いでいるほとんどの人は YouTube 動画の仕事から始めています。仕事を探す方法は簡単で、クラウドワークスという仕事紹介サイトで仕事を探すをクリックしビヨンドと検索すれば OK です。するとビヨンド動画制作の仕事が出てきます。台本やナレーション音声は依頼主が事前に用意しているので、それをもとに動画を制作する仕事になります。制作する動画の長さは1本5分から15分程度の動画で、報酬1本1000円から1万5000円程度のものが多いです。在宅でお小遣い程度でいいから自分の好きな時間に仕事をしてお金がもらえれば OK という人は、この仕事をやるだけで月に数万円から30万円程度稼ぐことができます。 YouTube 動画制作でビヨンドに慣れてきたら、企業 PR 動画の制作や YouTube チャンネルの運営にチャレンジしていくと良いでしょう。これらの仕事は収益化までの難易度も高いですが、月に100万円以上稼ぐことも現実的になります。今回の動画は初心者向けですので、これらの動画に関してはまた別の動画でお話しします。続いて必要なものについて。ビヨンドをやるために必要なものは大きく分けて2つあります。1つ目はパソコン、2つ目はネット環境です。この2つはどうしても必要なので、必要経費と思って割り切りましょう。1つ目のパソコンに関しては、メモリ 8GB 以上が推奨されています。また画面の大きさに関しては13インチ以上あった方が作業しやすく、もっと言うと画面はでかければでかいほどいいです。 Twitter で動画クリエイターにアンケートを取ったところ、私はストレスフリーで作業していますが27インチのディスプレイを使っていますねという人が多かったです。私も基本在宅で仕事をすると決めているので、27インチのディスプレイを2つ使っています。これから購入する人は、家で作業するのか、持ち運びをするのか、使っててテンションが上がるのかも考えて購入するといいでしょう。私は Apple が好きなので、初めての人には持ち運ぶなら MacBook Air か Pro、 据え置きなら iMac をおすすめします。実際に買う際はお近くの家電量販店か Apple Store で実機を触って確認してみましょう。特にパソコン本体の重さは実機でないと確認できないので、しっかり持ってみるのがおすすめです。ちなみに最新の MacBook Air で公式サイトにてだいたい12万円くらいから24回分割支払いで購入できます。 Apple 製品は公式サイトから買うと自分好みにカスタマイズできるのもおすすめです。 Beyond はスマホやタブレットでは操作できないのでご注意ください。2つ目のネット環境については、インターネットの速度が重要です。 Beyond は普段スマホで遊んでいるゲームと同じクラウド型のサービスです。要するにソフトをインストールしたり自分で初期設定をしたりする必要がなく、ログインしたらすぐに使い始められます。逆に言えばパソコンにソフトをインストールするわけではないので、ネットがつながっていない環境で編集することはできません。またネットが遅いとまともに作業できないので、ある程度の速度が必要です。必要なインターネットの速度についてですが、 Twitter でアンケートをしたところ、ストレスなく使うには 30Mbps あれば大丈夫そうです。自宅のネット速度を計測したい人はこちらのリンクをクリックすると表示されます。動画の概要欄に貼っておきますので、気になる人は事前に調べてみてください。ちなみにネット速度に関しては無線ではなく有線にすると安定します。また他の端末で YouTube を見ていたりスマホをつなげていたりすると重くなるので、家族と暮らしている人はWi-Fi が重くなるかもしれません。参考までに、一緒に仕事をしている動画クリエイターは Wi-Fi だと 7.8Mbps、 有線で 330Mbps でした。 Beyond を使う際のブラウザは、私は Google Chrome というブラウザを使っています。拡張機能を入れると作業を効率化できるのでおすすめです。またインターネットエクスプローラー、 Safari はサポート対象外で Beyond を使うことができないのでご注意ください。続いて Beyond のプラン、費用について。先に通常プランの説明をした後で、無料で使う方法やお得な割引クーポンの話をします。Beyond は公式サイトで4つのプランから選ぶことができ、期間も月契約と年契約の2つから選ぶことができます。どのプランでも年契約の方が月契約よりも 40-49% ほど安くなりますが、初心者の人は Beyond を使い続けるかわからないですし、チームに入る場合は課金する必要がないので、月契約を前提に考えた方が良いです。一番安いプランだと月額約5500円で使うことができますが、左下に Beyond のロゴが入ったり、自由にフォントを入れることができないといった制限があります。ちなみにフォントはパソコン上で表示される文字デザインのことで、フォント種類によって動画のイメージが変わります。ただ仕事に応募する際に相手に見せるための動画を作る場合は一番安いプランでも OK です。後ほど解説する2週間体験版では、動画をダウンロードし自分のために使うことはできないので、 YouTube 案件を獲得したい人、応募にポートフォリオが必要な案件を取りたい人、応募用に自分のポートフォリオ用動画を作りたい人は、契約で最安プランを1ヶ月だけ契約し
その間に動画を作って案件応募に使うイメージです。ちなみにポートフォリオは制作事例のことです。チームで運営する場合は私も契約しているプロフェッショナルプランを選ぶ必要があります。ただしチーム運営者は私の例ですと自分のアカウント1年契約で$999約11万円、契約期間1年の1シート追加で$899約10万円、合計約21万円と大きな費用がかかるので、ビジネスモデルが明確になってから課金するのがおすすめです。各プランの違いは公式サイトに書いてありますので各自でご確認ください。続いてビヨンドを無料で使う方法について。ビヨンドを無料で使うにはチームに入れば OK です。ビヨンドでチームを運営する際、運営者は追加する人の数だけ課金する必要がありますが、招待される人は課金する必要はありません。つまりどこかのチームに入ればあなたは自分のお金を使うことなくビヨンドを使うことができます。仕事の話をした時にまずチームに所属した方がいいと話したのは、基本的な使い方を教えてもらえる他にお金がかからないというメリットがあったからです。もちろんチームに所属するためにはチーム運営者に採用される必要があります。採用されるコツや応募文の書き方を知りたいんですけど教えてもらえませんか、という方は要望があれば別動画で解説するのでコメント欄で教えてください。ただチームで仕事をする場合、事前に必ず理解しなければならないことがあります。それがアカウントとシートについてです。ここを理解しないと規約違反をしてしまったり10万円以上損をする場合もあるので集中して聞いてください。まず大前提としてビヨンドのデータはメールアドレスに紐付きます。そのため体験版に登録する際やシートに招待されるときはメールアドレスが必要になります。一つのメールアドレスで一つのデータを管理するので同じメールアドレスを使い回すことはできません。例えば自分でビヨンドを契約し途中からチームに入ることになった場合は別のメールアドレスを使う必要があります。もしチームで仕事をする際にメールアドレスとパスワードを教えられた場合、それはアカウントの貸し出しにあたり規約違反となるので絶対しないようにしてください。規約を守ってチームを運営している場合は必ずシートに招待してもらえます。ここで一度アカウントとシートについて詳しく解説します。ビヨンドにはアカウントとシートがあります。例えば自分で契約した場合1アカウント1シートを持っていることになります。自分でアカウントを契約した場合、制作した動画は自分のために使うことができます。ここで1人動画クリエイターを雇い、自分ともう1人で動画制作を進めたいとします。その場合はまず追加したい人数分のシートをチーム運営者が追加購入します。シートの価格は追加する時期や人数により変動するので各自でご確認ください。この時点でチーム運営者は1アカウント2シートを持っていることになります。そのシートに追加したい相手を招待することで、運営者と招待された人の2人で動画制作を進めることができます。招待される動画クリエイターは一切お金を払う必要はなく、無料でビヨンドを使うことができます。この時、招待されたシートで制作した動画は全てアカウント契約者のものになります。シートに招待された人は制作した動画を自分の動画として扱うことはできないのでご注意ください。シートに招待するときに必要な情報は追加したい相手のメールアドレスです。この時、すでにビヨンドに登録されているアドレスは使うことができません。招待される人はまだビヨンドに登録していないメールアドレスを用意しましょう。ここまでがビヨンドを無料で使うために事前に理解しておくべき内容でした。最後に何から始めればいいのかについて。ここからは実際にビヨンドを始める際の流れについて解説します。自分で動画を作る予定の人もそうでない人も、まずは14日間無料トライアルを試してみましょう。この動画を見ている人はまだビヨンドを使い続けるかわからない状態だと思うので、実際に使ってみてから自分で課金するのかチームに入るのかを決めるのがおすすめです。体験版で作成したデータはそのアカウントでビヨンドを購入すればそのままデータを引き継ぐことができます。体験版のデータは18ヶ月クラウド上に保存されるので、その間に購入すれば編集データを使えます。ビヨンドの体験版で10秒動画を1本作るチュートリアルはこちらの動画で解説していますので、よろしければご覧になってください。以上、ビヨンドの始め方についてでした。こちらの公式 LINE では、私が動画制作未経験、全くの初心者から3ヶ月で企業案件動画を受注した方法や、副業のビヨンド動画制作で月10万円稼ぐ方法を紹介していく予定です。何をすればいいかわからない、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間でビヨンド動画制作スキルを手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひ動画下の概要欄から登録しておいてください。私が直接あなたの相談に乗る無料相談や動画制作依頼も LINE から受け付けています。有料級の無料特典も今後配布予定ですので、消えてしまう前に登録しておいてください。また、このチャンネルではアニメーション動画の力をあなたにをテーマに、短期間でビヨンド動画制作スキルを習得し、自分の人生を豊かにしていく方法をできるだけ分かりやすく紹介していきます。そういった動画を見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と隣のベルマークのクリックもお願いします。それでは特典パートに入ります。知らない人もいるかもしれませんが、実はビヨンドには割引クーポンがあります。クーポンの種類は期間限定クーポンといつでも使えるクーポンの2種類。期間限定クーポンは
ビヨンド本社が不定期で発行するクーポンです。ビヨンドのアカウントを持っていると年に数回くらいメールでお知らせが来ます。基本的な割引額は月額プランが 10% オフ、年間プランが 20% オフで最大 20% オフです。期間限定クーポンはいつ来るか不明なのでタイミング合えばラッキーな感じです。いつでも使えるクーポンは私がビヨンドに直接交渉し発行してもらいました。クレメア10、こちらのクーポンコードを使うと全プランで 10% オフとなります。契約時にコードを入力するだけで使えて、新規契約だけでなく更新時も使えます。これからビヨンドを購入する予定の人はぜひご活用ください。今回のお話はこれで以上です。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。それではまた次の動画か Twitter か LINE でお会いしましょう。